おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。11月3日、水曜日は、文具の日。はい、文化の日でもあり、文具の日でもあるんだそうでございます。1987年、東京都文具事務用品商業組合とかが、制定したのが、この文具の日ということであります。なんで文化の日と文具の日が重なってるかというと、文具と文化は歴史的に同じ意味っていう風に言われてるからと。で、これについて細かく書かれてるサイトがなかったんで、まあ多少推測によるところのものなんですけど、文具の発達っていうことにね、が文化の発達でもありますでしょうということを言ってるんだと思います。今いろんな便利な文房具ありますからね。っていうか、そもそも文房具っていうのと文具って違い皆さん知ってます？あの、文房っていうのは、あの、書斎のことを言うんだそうなんですね。だから、文房具って言ったら書斎で使われる道具。つまり、すずり、墨、紙、筆。この4つが文房具なんですって。もともと。今は文具と文房具って同じ意味で使われてるそうなんですが、文房具ってのはそもそもこの4つで、文具はそれ以外のことをかつては言っていたんだそうです。各園商店街を誇る、文具屋さんは若草文具でございます。大変ノートにいろんな種類のものがあって、ノートが豊富な文具屋さんなので、ぜひ皆さん、また各園商店街に来ることがありましたら遊びに来ていただけたらなというふうに思います。さて、今日はですね、教科書で絶対見ることがあります、この田中正造さんですね。足尾銅山鉱毒事件ね。はい、この田中正造さんの名言を紐解いていきます。電気開けて世間暗夜となれり。これね、100年以上前に言われた名言なんですよね。これ今の世界を予見しているような名言なんです。電気っていうのは非常にね、これ明治時代の話ですから、非常にこう文化的で、それまで電気がなかった世の中からしてみれば、夜を照らすものすごく、その生活が大きく変わるような大文明の発達だったわけなんですね。だけど、この電気っていうのが発達しすぎると、世の中はどん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 悪い方に行っちゃうよ。文明ばっかり、そのいわゆる世の中の便利なもの、そういったものばっかりを追求していって、我々がそれについていくような精神的な発達をしていないと大変なことが起こるよというふうに言ってるのが、この意味なわけです。原子力発電所が、地震によって津波に襲われて、原子力発電所が壊れて放射能が撒き散らかされることになりましたでしょ。そして、当面そこに住むことができなくなってしまった。だから、その文明の発達っていうことで、それによって、実際に我々が滅びてしまうような要因にはなってしまったわけですよね。もちろんそれを何とかしようとして、今ね、我々はこう、より安全な原子力発電所を作ろうとしているとか、あるいはそれに代わるエネルギーを作ろうとしているとか、いろんなことを考えるわけなんですけれども、その文明の発達っていうことを突き進むのと同じように、それに追いついていけるような我々の生活の考え方もしっかりとしないといけない、一緒でないといけないというんですね。だから SDGs の考え方ってのはやっぱそうですよね。だから資源をたくさん使いすぎてしまうと、地球の何かが枯渇してしまって、で、例えば地球温暖化であるとか、その我々の生活をするのに大変な何かを引き起こしてしまう可能性があるわけなんですよね。私たちを含めて、その未来の私たち、未来の子供たちはですね、よくそういったことを見極めながら、いろいろな生活を考えていかなければいけないのかもしれません。まあ、そのために、日々の勉強をすることっていうのは大事なんだと私は思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。